フォリアと白卓の間に結ばれた信頼関係、その才能を開花させるのも一つの道ではあるが。首都ルクスリエース、つい最近までわらわもあの場所にいたのじゃな。島は目と鼻の先じゃ。しかし今はどうしてはるか遠くに感じるのじゃろうな。それは寂しいと思っているからではないのですか。ふん、カインやレオナのようなからかいがいのある者がおらんから、単に退屈しておるだけかもしれんぞ。彼らはおもちゃではありません。過ぎたいたずらはいけません。相変わらずお主は真面目よな。胸にぽっかりと穴が開いたようなとはよく言ったものじゃが、寂しい、この気持ちは案外そのような簡単な言葉で片付けられるものなのかもしれん。いかがされましたか。白卓よ、わらわはイデルバガス、美しくしたたかで、わらわはもうイデルバには戻れん。その気持ちを偽る必要はありません。あなたは全てのしがらみから解放された。ふむ、私はあなたが一国の王であるがゆえに我が王と呼んでいたわけではありません。いつか自由になって旅に、お主がついてきてくれたことをわらわのも無論です。ふむ、意を申し立てるわけではありませんが、わらわはもうイデルバの民ではない。自ら縛られようとしなくてよいと申し、しかしあなたも、理由はどうあれ見つかればの話じゃ。なら、この島はあのギルベルトの侵攻を受けて大きなダメージを負ったと、その後どうなったかが気になっての。それは個人的な興味ですか。細かいことは良いではない。お帰りなさい。もうお帰りなさいか。カインの報告にあった通りじゃな。初めて会ったというのに。当然でしょ、お母さんなんだもの。母に隠し事はできぬというやつか。まさかこの年になって隔離用の力が流出して大変じゃったと聞いておるが、その後はどうじゃ。ええ、グレートウォールが崩壊して門となっていたギルベルト、イスタバイオンからの使者も様子を見に来ているけれど、もう。なるほど、そうみたい。ならば今すぐ我は、あら、あの子たちはね、私の力で故郷が恋しくなるのを恐れているみたい。でもだからこそ、つまりお主のそばにおった方が。そうね、頼む、城に帰ってきた時のように。日当たりのいい場所で。あむ、白卓よ。我が王よ、私は犬ではありません。似たようなものではないか。お主も犬も枕もクッカフカじゃ。あれ、何をもたもたしておる。わらわは眠いんじゃ。ぎょい。おやすみなさい。子守歌歌ってあげます。あんま、
お見事です。反乱軍の壊滅を確認。うむ。まだ死ぬわけにはいかない。申し訳ございませんでした。わらわは怯えておるのか。フォリア王女様、答えよ。この者は本当に、この者は憂えておった。敵に同情は無用です。新王陛下に盾つく者は悪者、そういうものなのじゃな。これがわらわの成した。すまなかった、大きな野良犬じゃな。いいえ、私は王に星の獣。私はあなたの中に王たる資質。あなたこそ戦乱に荒れる空域を救う。ここにいるのはトガ人じゃ、ましてや。冗談ではございません。どこまでも。帰る気がないのなら構いません。わらわはただ空を見てみたかった。思い切り走ってみたかった。外の世界に触れたかった。わらわの望みはそれだけじゃった。わらわは恐ろしい。わらわから溢れる力が、今はどうすればよいのじゃ。人並みの幸せを望んだのがいけなかったのか、実の父の言葉を信じたのがいけなかったのか。もうくあなたはもう少し島から見た星は私が。どうやって。私の背中にお乗りください。では参ります。いかがですか。広いな。お主が申した通り、空も気持ちが。ええ、世界を生きている証か。わらわは空の日文字ど今しかし犯した罪を消すことはで。あなたには先ほど何故。あなたはその境遇ゆえに人の数だけ、そしてそれらが王た。わらわのあり方が。しかし後悔しても何も変わらぬ。お主の誘いに乗るとしよう。ええ、共に参りましょう。まだ王にはなっておらんがの。ふむ、お腹が空いたです。まだ寝たります。いや、わらわは
王としての役目を果たすことができたのじゃな。ええ、穏やかで今よ、王よ、戦いのご準備。聖少獣焼き殿は近くに。二度寝さ、わらわは今。こういうのはどうじゃ。良い判断です。恐っ、遊びがいがないな。遊んでやるとする。恐っ、無駄です。遊びがいがないな。疲れた。ハクタグ、わらわたち相手にごめんなさい。お主が謝ることではない。あの様子ではずっと寝込みを襲われては。でも、ここは良い場所じゃ。傷ついた聖少獣が、しかし少しばかり穏やかすぎる。あの無粋な兵士たちが来な、わらわは旅がしたいのじゃ。お主も良いか。で、そう、とても寂しいけれど、子供の字、行ってらっしゃい。ふむ、達者でな、駅殿よ。次は料理の美味しい島に行きたいな。いや、そろそろ食って寝ての生活にも、わらわは楽しいお祭りに参加したい。狐の面をつけ、のう、白卓。はしゃぎすぎですよ。良いではないか。ハクタクとわらわが、ええ、今はこの広さがすがすがしい。私がお見せすることができるのは空域を超え。そうじゃな、団長たちがもと、あなたが望むのであれば今のあなたは、もし無事に団長たちが空の底から帰ってきて、その時は良い考えだと。